えー本日はですね、交流流システムの、まあ、計算式ですね、について説明していきたいと思います。交流流システムというのは、ベンチュリーマスクで FiO2、これをですね、えー、規定できる、えー、酸素濃度を低めに、えー、保てば CO2 ナルコール効率の危険性がないようなそういったシステムですね。で、えー、これに対して、生流システムっていうのがですね、鼻マスクや、まあ、オーツマスクですね、あと鼻カニュラ。 なんかのことを言いますカニュラだったらねこう鼻の穴がこうあったりするとこ,こ,こうつけてね入れるタイプですね。鼻のカニュラとかさ一番低流量でね1からまあ、3とか4ぐらいまでリットルの前ミンぐらいまでこう使えるんですけどあまり高流量ですると鼻が乾いちゃいますね。あーって乾いちゃうだから、えー、口マスクねおつマスクとかになるんですがこれですねまあ 口マスクもねある程度の流量ないとダメなんでそこから上ですよね4からなんぼだっけ普通カメラだと1リットル前分だと、えー、24%ぐらいですねでこれに対して最大で6だと、えー、44%ぐらいですかねこれぐらいの、えーえー、差があるみたいですね、えー、でえー 吸入酸素濃度なんですがこれがね O2 マスクや鼻カニラだとこ,れこのようにですね、まあ、設定値によって大体24から44えー、鼻カニラだとねで O2 マスクだとだい大体、えー、40%から60%ぐらいの、えー、吸入酸素濃度を、えー、与えられるって言われてるんですがその換気量の変化によって 吸入酸素濃度っていうのは実は変化してしてててまうって言われているんですね。これに対してこのベンチュリーマスクやえベンチュリーネズブライザーといったねこの交流量システムといわれるものはですねもう酸素と空気をもう一緒にドバーってえここの口のマスク状にねまた季節してる時は直接ここにつけるのかなこうつけますそうするとですね、えー、混ぜ合わせて30リットルぐらいのね膨大な空気をこうドバッてここに持っていくわけですよ。 そうすると換気量にかかわらず吸入酸素濃度は一定となるわけですこれがすごいところですねそして計算式とかでもですねこれ求められるんですがこれですね X をトータルの流量として、A、P を設定 O2 濃度そして A を室内機の酸素濃度まあ要は空気中の酸素濃度ですねそして L を酸素流量計の流量とするとですね x トータルの流量イコール P-A が分母に来て分子に 100-A が来るとそして L 酸素流量系のこの流量を決めることで使用することができるとで、えー、これどんなシステムかっていうとですねまあこれ,これ一部の例ですよ商品例とかで言うと、まあ、こういったものがありますこれねいつものね O2 ねね量量を決める酸素流量計だとしましまょうここれががの l が、ね、もう絵心のことはほっといてくださいこれ見なかったことにしてでここでねこう設定をダイヤルが回すことによってね酸素流量の流量を調節できますそうするとこの O2 配管から来た酸素がですね100%のどの酸素がこうお腹に入っていくわけですようん絵心のことはほっといて、うん、そしてですね、えー、ここでですね注意してほしいのがえー 設定の O2 決めるこのダイヤルがあるんです、ね、これをくるくるっと回すとですね、この P がどうなってるかっていうとですね何て言うんでしょう隙間ここがねどん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 大きくなったり小さくなったりするわけですこの設定3層ダイヤル設定というのは、うん、まあ一例で言うとパーセンテージでね100%とか書いてあったり 35%とか書いてあったりするわけです。でこの35%であればあるほどこうあの隙間がねでっかくなってるわけです。こう隙間が大きくなるとねどうなるかっていうとですねえ空気中のエアーですねこれエアーをじゃあ例えばねこれエアー空気中の、えー、空気中のちなみにね酸素は21%で残りがほとんど窒素ですねあとちょっと二酸化炭素が入ってるんですがこの空気中のエアーちゃんがこうシュエーンってこう隙間があると入ってきますよ、ね、これこれもう一度いきますよ。空気中のエアー ここここからにシュインって入ってきますよねエアがねこっちが酸素ね青が酸素でこのエアが空気です。シュインって隙間があれば入ってきますよねわかりますよね100%だったらもう100%だともしね100%だったとするとこの設定がねでここでバーンって弾かれるわけですよ多分そして酸素100%でいきますからこれに対してエアはジュイーンって入っていくわけです。 でこいっぱい入ったのをブレンドさせてドワーって患者さんの口に、ね、うりゃいけ!」っつったらこ患者さんの口通りに酸素とエアがここ混じったやつがねこうでブワーってずわっと入ってくるわけですんでこれが交流量システムと言われるものです。要は、まあ、酸素と、えー 空気中のものをこう混合させてそして大量の流量にしてワーって出すわけですただ大量の流量にするためにはですねここの設定が結構重要になってくるわけですよここ100%にしちゃうと空気中のエア入ってこないですよねだから交流量システムと言いつつねこれ100%にすると酸素100%だからちょろちょろちょろっとしか入んなくて使い道にならないこれねなので酸素流量計をまず最低でも4リットル以上にするとここね ここの酸素流量計は基本的に4リットル以上まあ5リットルとかね他のシステムだと5リットルで成人の患者さんに使用する場合ですよこれえ表があってこの計算したこのトータル流量これがですねまあ一例で言うと30リットル以上30リットル毎分以上 つまり1分間に30リットルぐらい呼吸しますよね。30割うんと1秒あたり、じゃこれ 60, で60秒,で秒で割ると2分の1ですね。つまり1秒あたりに、えー、0.5リットル、500リットル。つまり 1, 1秒間で500リットルぐらい以上にね、500ミリリットルかぐらいのね呼吸はせ、えー、のスピードでですね、ばーっと口に入れていくわけですよ。 1>, 1秒で1セックで50500か 500ml すごいですね大量に口にくるわけですそしてこう逃がすね穴とかも作っておくんですけどこれえとまあ逃げるようにマスクも逃げるようにしてますから全部がいくわけじゃないですね行きにくく全部入りきんなかったらこう逃がす便もありますからつまりこの1秒間に500も大量にここにね空気と酸素混じってドーッてやってやるともう。 もうすげえ量の空気来るからもうこの換気量にかかわらずいっぱいちょうどいい酸素の濃度でね呼吸することができるとただこの1分間にトータルの30リットル以上にするためにはそれぞれの設定をですねちゃんと心がけてあげる必要がありますしこの設定をここね100%にしてしまうとどうしてもねあのダイヤル設定100%にしてしまうとどうしてもね無理なのは分かりますね。 えー、配管から来てる酸素濃度の,その流量っていうの決められてますから例えばこれ、えー、と酸素流量をねこれメーターをここね15にしたとしても100%パーだったらね、えー、15リットル毎分しかね要はここに行かないわけですよ。ここからなぜならここからの酸素濃度が入ってこないからだから、えー、空気からね、えー、入れて空気に入れてあげる必要がある。 だいたいね最低でも、えーえー、例えばね、えー、50%ダイヤル設定を50%にするんであればそれに対して、えー、最低でも大体、えー、この流量計かな酸素流量計を11リットルとかにしてあげると大体に、ね、この計算式を合わせると30ぐらいになるはずなんですね。っていう形でですね、えー、まあ 多分買うとでででとかがつつついてくるのでそのそ表を見つつですねどれぐらいの酸素濃度をしたらいいのかなっていうのを考えてですね使用していただけるとこの高流量システムというのはとても使えると思いますうーん本当にもう酸素濃度ね下げとければここポンって取ってねやっちゃう先生とかいるのかとさすがにそれはいないと思うんですがまあ基本的にえこの低流量システム と交流,流システムっっってていいいううのががこういった違いがあってですねそれぞれベンチュリーいますからベンチュリーネブライザーっていう名前でね売られてたりもしますのでまあちょっとあのざっくりとした説明で申し訳ないんですがで僕の説明あまりにもね個々が強すぎるんでねえと参考にさせていただいたね YouTube 登録の動画ありますのでそちらにねえそちらの動画のねあの 内容もコメント欄とかにね入れておきますのでそれ見ていただけるとより分かりやすいと思います。今日はここまで